デンマーク王国、デンマーク王国、デンマーク王国は、北ヨーロッパに位置するデンマーク本土と、二つの自治地域、北、大西洋のフェロー諸島と、北アメリカのグリーンランドから構成される、単一の立君主制による主権国家である。デンマークは王国内において、中心的地位にあり、残りのフェロー諸島とグリーンランドに対して、司法権、行政権及び立法権を行使する。 フェロー諸島自治法によれば、フェロー諸島は王国内における人民の共同体である。グリーンランド自治法は同様の定義を有しないが、その代わり、グリーンランド人民は国際法上の人民であり土のと決定権を有するものとしている。デンマーク王国は単一国家ではあるものの、グリーンランド及びフェロー諸島にはそれぞれ外交の一部も含めた多大な自治権が与えられている。 この連邦制に近い国家は、リグスフェラスカベットと呼ばれる。そのため、1973年に、デンマーク王国、本土と欧州連合、EU へ加盟したグリーンランドは1985年に、単独で脱退。フェロー諸島は、当初から加盟していない。北欧理事会には、それぞれが個別に加盟している。8世紀から11世紀の間、ノース人が、ヘブリディーズ諸島、 シェトランド諸島、オークニー諸島、フェロー諸島、アイスランド、グリーンランドを発見、定住し、ニューファンドランド島のランスを目処にあったと考えられている、ビンランドへの定住を試みた、ノース人によるアメリカ大陸の植民地化。彼らはイングランド、デエンロー、アイルランド、ノルマンディの一部を征服し定住した。また、東方では、キエフルーシを建国した。ノース人は、 北はグリーンランドから南はコンスタンティノープルまでロシアの河川を通って貿易路を築いた。1536年、デンマークとノルウェーの同君連合であるデンマークイコールノルウェーが国家とて成立した。デンマークイコールノルウェー連合は1814年にキール条約によって解消された。この条約ではデンマークはアイスランド、フェロー諸島、 グリーンランドのノルウェー属領を保持している。デンマークはまた1620年から1869年まで、1658年から1850年まで、ガーナ、1671年から1917年まで、デンマーク領西インド諸島、アメリカ領、バージン諸島を植民地とした。アイスランドは1874年に県を獲得して、1918年には、 主権国家アイスランド王国として独立するが、元首はデンマーク王のままであった。その後、第二次大戦の混乱に乗じる形で1944年に君主制を廃し、自国の大統領を元首とする共和制に移行した。フェロー諸島は1948年に内政自治権を獲得した。フェロー諸島は欧州連合には加盟していない。フェロー諸島は 領海域の北海油田開発を推進しており、2000年代以降は独立派が多数となっている。グリーンランドは1979年に内政自治権を獲得しており、2009年にはさらに自治権を拡大する提案がによって承認された。グリーンランドの独立派は豊富な天然資源により独立が経済的であると考えている。 グリーンランドは九百七十三年、デンマーク王国と欧州経済共同体、現在の欧州連合に加盟したが、九百八十五年には漁業政策を主な理由に単独で脱退している。フォルケティングはデンマークの議会である。フォルケティングは比例多数制によって選出された百七十五人と、グリーンランド及びフェロー諸島から選出されたそれぞれ2人の議員によって、 構成されている。総選挙は少なくとも四年ごとに行われるが、首相は任期中に議会を解散することができる。加えて、フェロー諸島及びグリーンランドは、それぞれ九百四十八年、九百七十九年に内政自治が認められている。デンマーク議会に二名の議員が選出されるとともに、グリーンランドは三十一議席からなる議会、ランスティング・ランドスティング。 あるいは、グリーンランド語で、イナッツ・サー・チャットを有しており、フェロー諸島は固定された33名の議員によって構成され議会、レクティング・ラグティングを有している。デンマークにはグリーンランド及び、フェロー諸島の高等弁務官がおり、自治議会における議論をデンマークの首相に伝える。1953年でデンマーク王国憲法は、単一国家の憲法であり、 デンマークの3地域すべてに適用される。内政自治に関する合意はこの憲法には正式に記されていない。フェロー諸島及びグリーンランドは共に内政問題のほとんどを自ら管理している。また、これらの地域は、ある問題が王国内の自治域のみに関することで、あればデンマーク王国の代わりに国際合意を結ぶ。植物地理学的にデンマーク、 グリーンランド、フェロー諸島はに属し、の北極地方、大西洋ヨーロッパ地方、中央ヨーロッパ地方にまたがっている。世界自然保護基金、WWF によれば、デンマーク領土は、大西洋根光森、ティランティックミックスドフォレストスリージョンとバルト海、根光森リージョン、バルチックミックスドフォレストスの2つのエコリージョンに分類出る。フェロー諸島は、 ヘロー諸島北方草原リージョンに含まれるが、グリーンランドには、カラリットヌナート、キャラリートニューノット高緯度北極ツンドラとカラリット、ヌナート低緯度北極ツンドエコリージョンが入っている。デンマーク王国は、国土の大半が北極圏の北に位置する世界で、唯一の国家である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。